浅井忠から1907年12月16日は、明治期の洋画家、教育者、江戸の桜藩中屋敷に、藩士、浅井常明の長男として生まれる。少年時代は、現在の桜市正門町で1863年から1872年までを、過ごし、桜藩の藩校、重則書院で四書五教などの儒教や文芸を学ぶ、傍ら、13歳の頃から、 桜藩の漫画家、黒沼炎寿山に課長画を学び、炎寿にはの号を与えられ、この頃から才能の一端を表した。1873年に上京を。はじめは英語の塾で学んでいたが、1875年に将棋道で国沢新九郎の指導のもと油絵を学び、1876年に神戸大学校付属の神戸美術学校に入学。 西洋画を学び特にアントニオ・フォンタネージの訓導を受けた。フォンタネージの帰国後、公認教師フェレッチの指導に飽きたらず、1878年11月に、小山翔太郎や松岡久志ら同士11人と共に退学し、11回を結成。卒業後は、新聞画家としての中国派遣などを経て、1889年には、 中が中心になって明治美術会を設立した。1894年、日清戦争に従軍。1895年、京都で開催された第四海内国官業、博覧会に出品して、病気に当初を受賞。1898年に東京美術学校の教授となる。その後、1900年からフランスへ西洋画のために留学した。 1902年に帰国後、京都高等工芸学校教授、教頭となり、個人的にも、1903年に、小五位に洋画研究所を開いて、後進の育成にも努力した。安井宗太郎、梅原龍三郎、石井白帝、津田政府、向井広三郎を輩出しており、画家としてだけではなく、教育者としても優れた人物であった。また、正岡四にも、 西洋画を教えており、夏目漱石の小説、三四郎の中に登場する深見が白のモデルとも言われる。1907年12月16日、リュウマチにより入院中の東京大学病院において、心臓麻痺のため死去。墓地は、京都の昆虫院。ありがとうございます。